どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いします。そして、どうも、江戸くんです。そして、はい、高茶でーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、こんな快晴にも恵まれて、ということで。突っ込む。あれ快晴じゃないまあでも、この前の台風よりかは全然いい天気なんですよね。まあまあ、あのね、まあ、正直あんまりよろしくない天気ですけど、僕らの心はいつも快晴ってことでね、晴れ渡ってます。やっていきたいなという感じなんですけど、はい、まあね、2人が映ってるってことはね、今日もピッチングなんですよ。もう申し訳ないことにね、バッティングはあんまりできないという感じなんですけど、また今度やろうと思ってるんで、高茶くん次回よろしくお願いしますね。お願いします。はい、というわけでね、まあ僕らピッチャーが映ってることは、ね、何をやるかって言ったら、はい、どんだけ僕たちが成長したかとかっていうのもあるんですけど、けども、まあ、ピッチャーをやるってなったらね、絶対ね、ストレートだけじゃ抑えられないんですよ。はい。タイミングを外すとか、まあ、それこそセットで、うんたらかんたらとかっていうのもあるんですけど、一番、まあ、手っ取り早いっていうのはなんか失礼な言い方かもしれないですけど、だけど、一応、やれることって言ったら、変化球を覚えることですよね。だけど本日は変化球を投げてみたいと思います。イエイ！よーい！お試し変化球ですね。そうです。はい。まあね、大体、まあメジャーと言われてる、まあカーブとか、スライダーとか、フォークとか、まあもちろんストレートも投げたいと思うんですけど、そんな感じで、まあ彼はなんかシュートを投げれるみたいなんで、シュートを投げてもらおうかなとは思ってますけど。はい、元サッカー部なんで、シュートが得意です。僕もサッカー部なんですけどね。まあまあ、とりあえずね、お試しではあるものの、なんか変化球を覚えてみてね、ピッチングの幅が広がったりとか、それでね、僕たちがもっともっと野球が好きになれば、意欲も湧いてきて、ストレートの威力も上がってきたりだとか、もう変化球で抑えられたりとかっていうこともあったりするかもしれないんで、これをね、お試しだからといって手を抜かずに頑張っていこうかなというふうに思っておりますと。まあね、僕のね、目標であるスプリットまで、あとどれぐらいなのか皆さんにまず見せなきゃと思ってね、この企画を立ててもらいました。まあね、こいつに言えることはね、変化球を覚えることとかストレートの威力を上げることではなくて、制球力はね、ちょっとマジ暴投率が半端ないんで、それもちょっと温かい目で見てください。まあね、前回からどんだけ変わったかっていうことも今回見てもらえたらなというふうに思っておりますので、本日やっていきましょう。イエイ！はい、というわけで変化球を試していきましょう。まずはストレートからですね。じゃあ行きます。じゃあ行くよ。はい、じゃあ行くよ。はい。ああ、カメラに映ってたな。というわけで今のがストレートですね。はい、続いてスライダーを試していきたいと思います。行くよ。はい。はい。というわけでスライダーです。はい、続いてカーブ投げたいと思います。あー、曲がってるね。あー、曲がってるね。だけで今のがカーブでした。はい、最後フォークを試していきたいと思います。いくよ。はい。いくよ。はい。どうも、江戸くんです。これからストレートと変化球をいくつか投げたいと思います。まず1球目はストレートです。いつも冒頭だけど頑張ります。続いてカーブ投げたいと思います。カーブいきます。続いて念願のスプリットという名のフォークいきます。フォークいきます。
ったかも。以上、江戸くんの冒頭気味の投球でした。ありがとうございます。はい、というわけで変化球投げてきたんですけど、はい、相変わらずだな、てめえは。いやー、でもまたね、ちょっとお餅ポンポコポンポコね、特にラストね、ストレートがね、大暴投だったんで、なんとかちょっとそこも極めれるようにしたいと思います。スピードよりもね、まあ、ちょっと本当にスピードとか変化球とかよりも、まあ球分割しろとまでは言わないし、なんとも言わないんですけど、せめてホームプレート上に投げてほしいっていうのはあるんで、頑張ってもらいたいなっていう感じなんですけど、はい、まあ変化球投げてね、ストレートがどれほど投げやすいのかっていうか、うん、まあ、気持ちやっぱり指にかかりやすいのかっていうのが分かったと思うんで、これを機にねストレートの威力を上げてほしいですし、まあもっと言うならもう完全に君の課題は制球力なんで、確かにそこを頑張ってもらえたらなというふうに思っておりますと。コントロールゼロなんで、うん、頑張ってね、パワープロ君でもうちょっとレベル C まで上がるように頑張ります、うん、そして赤ちゃん君も ねバッティング企画じゃないからそのカメラマンに徹してもらってるんですけど、次回こそバッティング企画持っていきたいと思うんで、次回よろしくお願いしますね。まあ大丈夫です。僕も投げるかもしれないんで、いつか。はい。なるほどね。はい。サウスポーだからね。はい。頑張ってほしいけどね。ちょっと制球率が、よほど悪くなければ、誰かと交代になるかもしれないんで。それはあるかもしれない。はい。いや、譲らねえから。俺のスター性を求めてるからみんな。はい。ね、まあ、というわけでね、次回。いろんな企画やっていきたいと思うんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイバイバーイバイバーイ。